はい、こちらには本日ジャスダックから東証本則市場第2部銘柄へと市場変更になりました証券コード6323ローゼの代表取締役社長藤代義行さんにおいでいただいています。藤代さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日から東証2部銘柄ということになりました、はい、どんなお気持ちですか？そうですね、浮き沈みの激しい半導体業界の中で、このように2部に上場できたこと大変嬉しく思っております。そんなローゼなんですけども、はい、まずそのローゼという社名なんですけども、ヒマラヤで2番目に高い山、はい、そういう言われがあるんですね。はい、創業当時ですね、はい、お客様を、世界最高峰のエベレストと、捉えますと、我々は、それをそばで支える、お客様を世界のナンバーワンに、なっていただけるような会社でありたいという思いを込めてローゼという、会社名を付けさせていただいております。1985年の設立ですからもう30年ということですかね。はい、当初からローゼというお名前ということですから、はい、志、最初からその、ですね、高い山を目指すということだったんですね。はい、やってらっしゃるお仕事なんですけれども、海外の展開がもうピッチリと進んでいる、はい、ということですね。はい、我々半導体液晶業界をメインに据えておりまして、今は半導体液晶業界世界を含めて、アジアを中心にですね、太平洋を中心に、広くお客様が散らばっておりますので、それをサポートするということで、日本、韓国、台湾、中国、ベトナム、シンガポール、アメリカと、ネットワークを築いております。そしてその今半導体液晶ということをお話し出ましたけれども、具体的にその製品ですね、ご紹介いただけますか。はい、まず主力がウェハー搬送機ですね。はい、皆様の例えば、お持ちのスマートフォンや iPhone 家電製品の中には半導体が含まれているわけですけれども、それは半導体の製造工場で、作られております。その製造工場において、製造プロセスの中で、原料となるシリコンウェハーを、非常にクリーンな環境で運ぶ必要がございます。その中で我々の半導体搬送装置、搬送ロボットというものは、広く使われておりまして、陰ながら、最新のこういうテクノロジーを支えていると考えております。その他ではガラス基板の搬送機もやってらっしゃる。はい、これは韓国、中国を中心に、やらせていただいているビジネスで、液晶パネル、や有機 EL のようなものを作る際に、必要な搬送装置も取り扱っております。いずれも製品の種類ってやっぱり多いんですね、これね。そうですね、お客様ごとに、カスタマイズが必要になってまいりますので、各国、エンジニアを持ちながら、カスタマイズをしてお客様のニーズに合った製品をお届けさせていただいております。あ、そういうことですね。カスタマイズしなくちゃいけないということですか。そうです ね、お客さんによってですね。はい、今のが液晶半導体関連なんですけれども、新しい分野として育成中なのがバイオゲノム関連装置。はい、半導体と液晶で培った、我々の技術をもとにですね、さらに新しい、業界にチャレンジしていこうということで、今バイオゲノム関連の、装置を作っております。具体的には、細胞の培養装置ですね。はい、細胞を生きておりますので、培養するためにはある一定の条件で、ある一定の温度で、維持する必要がありますけれども、それを自動化して行うための装置、ソフトウェアを作成しております。細胞培養ですから、これは研究所とか研究機関、がメインのマーケットということになるんでしょうかね。はい、現時点では、大手製薬メーカー様であったり、大学の研究所の方々に使っていただくような製品でございます。そういうことですね、わかりました。その3つの製品が、製品群が柱ということで、さらにその今やってらっしゃる事業の方ですね、製品別そして地域別に見ていただくとこういう形になります。
はい、やはりあのウェハ搬送機、まあ、半導体関連のウェハ搬送機が、7割近くを占めております、はい、残りをガラス搬送機、始めたばかりですけれども、バイオゲノム関連装置ということで、一部を占めております。で、地域別に見ますと、昔は日本の比率が非常に大きかったんですけれども、はい、今は半導体工場自身が、韓国や台湾に、大きくシフトしていった中で、我々も、台湾韓国の市場、さらにこれから、出てきます中国の市場というものを非常に、大事に思っております。日本の企業ですが、日本での売り上げが 18%、 2割にも届いていないということですね、はい、まあ、もうすでにグローバル化、しっかりと進んでいるという、はい、そういう企業でしょうか。そして、まあ、台湾の台湾セミコンとか韓国のサムスン、まあ、大手どころのメーカーに、納入なさっている実績があるということですね。そして業績の方を見ていく、いきたいと思います。まず、ですね、今年に入りまして1月8日に、今2月決算ですね、御社ね、2月期の業績見通しの増額修正をご発表になりました。これ私の方から紹介させていただきましょう、はい、売上高で、前期比 11.4% 増、195億3600万円、営業利益が 32.4% 増、30億3300万円と、増額修正されました。そして、直近、これも20日にですか、期末配当金を15円と、まあ、記念杯含む15円という形で増配の計画もご発表になっています。足元好調のようですね。はい、まあ、アメリカ、台湾、含めですね、はい、お客様方から大口受注をいただきまして、その影響もあり非常に、好調な決算と、迎えられております。ああ、そうですか。特に、韓国内でのガラス基板搬送機の伸びが大きいそうですね。はい、まあ、これもあの韓国メーカー様の、新しい、液晶工場への投資であったり、はい、中国の新しい工場への投資がございまして、大きな、受注につながっております。あ、そうですか。足元好調ということですけれども、その好調ぶりを支えています御社の、そうですね、事業上の強み、どんなところにあるのかを、まあ、経営の立場からご紹介いただけますか。はい、まずはですね、まあ、非常にクリーンな搬送技術を持っているということがございます。我々、まあ、30年前からですね、あの半導体業界を、メインの業界に据えて、技術を培ってまいりました。その中で、ゴミの出ない半導体の業界で必要なゴミの出ないクリーンな、ロボットということになりますと、まあ、他社に負けることがない、非常に高いレベルで、そういうものを提供できていると考えております。ああ、そうですか。さらに、そうですね、製品の信頼性も非常に高く、はい、まあ、どの工場においてもですね、搬送ロボットというものはかけがえのない、半導体を作る上でかけがえのない、コンポーネントとなっております。でその中で、まあ、非常に高い信頼性を誇っているということをお客様含め、大変評価していただいております。なんか台湾の納入先からグッドサプライヤー賞ですか、はい、何年にわたってそうですね、もらってるということですね。はい、まあ、そのあたりもあの、我々のその技術信頼性を評価していただいている表れだと思っております。そうですか。そしてさらに新たにベトナムでの生産子会社、はい、量産化に進むということですかね。あのベトナムはですね、もう20年前から、子会社を立ち上げておりまして、まだ、日本の各社様が、ベトナムに工場というものを持つ前から、我々一足早く始めております。そのおかげもありまして今500人を超える規模の従業員を抱えておりまして、我々 の、 その競争力の源泉となっているという状況であります。あ、そうですか。500人も従業員いらっしゃる、なかなか大きくなる、まあ、これからですよね、さらに大きくなるのはね。そうですね、そして、さらにグローバル化を進めていこうということですか。はい、台湾、韓国、米国、中国、今後特に中国を中心にして取引拡大していくと考えておりまして、さらに力を入れていきたいと思っております。
そういう点を踏まえながら今後の展開、もう少し具体的にですねお話しいただけますでしょうか。はい、まず最初は、N2 パージ対応ストッカー、これは、今期、非常に好調な決算となった、主要因の一つであるんですけれども、その N2 パージ対応ウェハストッカー新しい製品の拡販をさらに、他のお客様方にも進めていきたいというふうに考えております。で2番目にですね、中国市場の開拓というものがございます。中国市場、特に政府が非常に力を半導体業界に力を入れてまして、さらに拡大されることが期待されている中で、我々も新たに、瀋陽の方に、事務所を構えまして、さらには北京の方にも新しい事務所を構える計画を持っております。ヨーロッパの市場につきましては、それほど規模は大きくはないんですけれども、半導体業界の最先端の技術を支えている、市場で、そこにも注力していきたいと。で最後にライフサイエンス事業に関しましては、今後も、継続して投資を続けていきまして、iPS 細胞に代表されますような、日本を支えていくような新しい、ドメインだと考えておりますので、今は創薬、将来的には再生医療のところで我々の技術を遺憾なく発揮して社会に貢献していきたいと考えております。新しい分野ということですね。ライフサイエンス、バイオ関連はですね、やっぱり再生、ビジネスが大きくなるためには、細胞培養とかっていう、ああいうあの工程での、なんて言うんでしょうか、合理化、省力化が必要になってくると言われてますよね。はい、そうですね。新しい薬を作るにおいても、新しい iPS 細胞を作るにおいても、細胞培養というものは欠かせませんので、ぜひそこには力を入れていきたいと考えております。次の成長の糧ということになりますね。わかりました。で今番組を見ていただいてます投資家株主の皆さんにですね、最後にメッセージを一つ、この度ローゼ株式会社は、ジャスダック市場から東証2部市場へ、市場変更することができました。これもひとえに株主の皆様方、関係各所の皆様方の、ご尽力の賜物だと感謝いたしております。今後も、これを一つのステップとして、さらにチャレンジして大きく成長していき、株主の皆様方、社会への貢献も含めて、力を入れていきたいと思っておりますので、ご指導のほどご協力よろしくお願いいたします。はい、こちらには本日第2銘柄と市場変更になりましたローゼ株式会社の代表取締役社長藤代義行さんにおいていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。